ワンピースグランドバトル3。行くぞ。する気だって。わー、怖い人出た。バトルは、はい、よし、スタイルを変えよう。だけ教えろ。お前ら政界人どもはあと何人いるんだ。いくらお前が怖くたってそんなこと教えるわけねえぞ。獣が。忠誠心は犬並みか。しょうがねえ、アイサのマントラに聞くとしよう。おい、モヒカンゲリラ、てめえもマントラってのを使うのか。え、
エネルたちが使う小細工など俺には必要ねえ。そうだったら動きを読まれねえわけだな。ご愁傷さま。バトル2ファイト。敵は故郷の奪還だろうが、なぜ俺を襲う？シャンディアにとってはエネルもてめえも邪魔な人間には変わりがねえ。あなたが何者かは知らないけど、無法な振る舞いは犯罪行為として罰するわ。裁けるものなら裁いてみろ。世界人のてめえにできるならな。バトル3ファイト。いくわよ。よし、スタイルを変えよう。よし、よし、よし。通り過ぎたら全てロックする。
あなた分かっているの？海兵に手を出したら一生犯罪者として追われるのよ。そんな言葉はとうに慣れている。海兵だろうが神官だろうが排除するだけだ。何も知らねえ政界人が、昨日今日空へ来たお前らに渡せるもんはここにはねえぞ。他人事をいちいち把握する気はねえな。空の事情は俺たちには関係ねえ。もともと消さら都合もない。黙れ！バトル4！はい！プレイ！あっさりかよ！
しろ。知らねえ世界の剣士が俺とまともに戦えると思うな。あんな小細工に惑わされるようじゃまだ心力が足りねえって証拠だな。さっさと出て行け。さもなければ排除する。そういうことか。わかりやすくていいや。の力はそんなもんか。まだまだ行くぞ。ファイナルバトル、ファイト。覚悟のない者はここに残れ。
仲間を踏み越えて前に進めるものだけついてこい。俺はエネルの首を取る。ワンピース。グランドバトル。